はいえー、今回の動画は、ピボットテーブルのいろんな、ね、抽出方法を解説をします。でまあ、前回の動画ではです、ね、このピボットテーブルのチェックボックスのところを使っていろいろ抽出する方法を、ね、解説しましたけども、まあ、それ以外にもです、ね、このピボットテーブルでいろんな、ね、このデータの抽出方法がありますので、ね、まあ、いくつかよく使う、ね、代表的なものを、ね、ご紹介したいと思います。じゃそれでははで、ね、まずは この、ね、フィルターのボタンのところをクリックしてもらって、このラベルフィルターというところで、まあ、ここに、ねまあ、いろんな、ねこのねえー、の抽出の仕方があります。まあ、これが、ね、よく見てもらえれば、ね、まあ、なんとなくやり方は分かると思うんですけど、例えばですけど、この指定の値を含むというところを、ね、クリックしてもらって、えー、ここにですね、カメラと、要はカメラという、ね、言葉を含むデータだけを抽出してくださいということですね。まあ、これで OK ボタンを押します。 そうするとこのねカメラのこのデジタルカメラとビデオカメラだけが抽出されるという形でまあ、こういう形でですねこの言葉でですねこの文字を含むっていうね抽出の仕方をねすることもできます。 はい。じ次なんですけども、じゃあ今度はじゃあこの列ラベルのところをね、クリックしてもらって、この値フィルターっていうのがあります。で、ここもね、いろんなね、数値でですね、このね、抽出をすることができるんですけど、まあ例えばこのね、トップ10っていうところですね、こちらをクリックしてもらって、まあ合計、まあ売上金額の上位、まあこれ今10になってますけど、例えば、じゃ上位3にしてみましょうかね。まあ上位え3項目をですね、抽出するっていう形で、OK ボタンを押すと、売上上位3人のね、このデータだけを抽出するというやり方もできます。 はいえー、そうしたらね、ちょっとじゃあ今度はピボットテーブルのこの表の形を変えて、まあ、こんな感じの表ですね。この担当者と合計金額だけが入ってるっていう表で、この行ラベルのフィルターのところをクリックして、先ほどと一緒でこの値フィルターのところですね。で、この中のですね、例えばじゃあこの指定の値以上という形ですね。こちらをクリックすると、まあ、合計金額ですね。これが、この最低ね、この金額以上のデータだけを抽出するってこともできますんで、じゃあ例えばここに。 こんな感じで数字を入力をして OK ボタンを押します。はいまあ、そうするとね、まあ、合計金額はまあこれ1500万円ですかね、まあ、以上のデータだけを抽出するという形でね、このデータを絞ることもできますんで、まあ、今回の動画ではね、まあ、あのよく使うようなねこの3つのパターンをねご紹介しましたけども、まあ、こういった形でですね、このねフィルター機能を使うことによってですね、まあ、いろんなデータの抽出のねやり方ができますんでね、まあ、ぜひね、この機能もうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。 今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。